とう。花火直樹さん、与田友さん、力犬さん、ゆきんこさん、伊藤さとしさん、ありがとう。けんさん、やんさん、まさひろさん、ぽちさん、しょうたんさん、ゆうきさん、ありがとうございます。磯風さん、ゆうじさん、ゆたかさん、ありがとう。けんさん、結婚してはダメです。昼もやってくれたのに夜も配信ありがとう。夜でも20分ぐらい、あと本当に15分ぐらいでランキング読みますね。ちょっとあの挨拶ぐらいな時間にはなりますが、キョルミョンだったさん、あれ、ゆうじさん、たかさん、ここまで読んだ、あれ。ありがとう。金魚かわいい。今回のイベントは大竹さんに花火を見せればいいのかな。チャレンジから受け取れる花火ギフトと、あとこの金魚とかが対象です。桜のお友達さん、焼きそばさん、ありがとう。うだともさん、ゆうじさん、やんさん、でひろ姉さん、ありがとうございます。初見さん、ありがとう。 AKB48 チーム A の大竹ひとみです。ボロボロ。なんかメイクが落ちてますが、明日は公園に出ます。見てください。桜のお友達さん、千里さん、千尋姉さん、では10個もありがとう。ゆうじさん、きゅうり屋さん、けんさん、たかふぃんさん、やんさん、ダリアさん、すごいいっぱいだ、ありがとうございます。すごいっぱい、ありがとう。めっちゃ派手、このなんかナイアガラみたいな、すごい、なんかやばいやばいやばいことなんて、私のうん目の高さでなんか出てるビームが。目撃者公演、なんだなんだ、目撃者やってないよ。MA さん、ありがとう。磯風さんも、トシさん、ありがとう。小次郎さん、ありがとう。花火大きいの嬉しいです。8月30日8時半から浴衣配信推奨って感じなのか、なんかそうっぽいね。8月30、8時半から10時半の間で、もしリハが入んなかったら浴衣配信ね、やった方が、メンバーは外れのない抽選があるし、ファンの方にはなんかファンの方への抽選があるみたいだから、なんか面白そうだなと思ってやれたらいいですけど。その時のスケジュールは前日にならないとわからないので、やれればやる。キュウリ屋さん、はるちゃん、ありがとうございます。ダリアさん、磯風さんもありがとう。明日すごい特典あるんやね。だって、え、なんかそうらしい。明日なんか写真購入すると500円で購入して、輪投げができて、輪投げがなんか揃ったら、あの当日の入場順が3巡後に呼ばれるとか、となんだっけ、私物サインとかツーショットだっけの権利とかあるみたい。なんかいろいろ明日の公演の時試作みたいなのがあるらしいよ。ね、わかんない、明日だけなのかな、なんかあんま詳しく知らないんですけど、チーム A への連絡はなんか明日それがあるっていうのだけ来た。わかんない、他のチームのとか他の日にちの連絡は来てないです。リリヒトさん、ありがとうございます。
パンダマルさんありがとう、マイジャパンさん、ショーマスターゴーンさんありがとうございます。こんばんはに今日は10時半ぐらいまでの配信です。夜はぶんぶんさんありがとう、いさかぜさん、よしふみさん、ちょろんこさんもありがとうございます、ろうさんありがとう、ダリアさんもありがとう。花火の何ポイントで何もらえる、なんか20万ポイントでアイスギフト券、今回はなんかハーゲンダッツギフト券っぽいですね。それも1週間分とかのって書いてあった気がする。すごいで、ありがたいことに30万とか50万とかがないから無料のギフトがあるんです。あの花火のチャレンジから受け取れる、毎日受け取れるギフトがあるから、それをみんなに投げていただけたら20万ポイント、9月の頭までぐらいまでキャンペーンあるので、ゆるくやって達成できたらいいなと思っています。パンダマルさん、国広さん、ギフトありがとう。ハーゲンダッツやったぜだよね、大好き。アキピさんありがとう、嬉しい。ブンブンさん、ダリアさんもありがとう、ギョルミョンズテ様、ナーミンザキャン様ありがとう。ハーゲンダッツマナーミンザキャンさんありがとう、大きい花火だ、赤い花火ありがとうね。今日ハーゲンダッツ食べた、冷凍庫のストックを開放中だって。何味にしたんですか、ハーゲンダッツいっぱいあるけど何味が好きですかね。沼ハモティ君ありがとうございます。ヘンリーオータさんもありがとう、10個も。村人さん、だが断るさんもありがとうございます。花火がいっぱい上がっています。やわもちも美味しいよね。タケは楽屋のアイス名前書いてるんだって。書くけどもらった日に食べちゃうからほぼ書く意味がないですあ、私もあの黒蜜のが好きです。え、待って待って、花火タワーもらっちゃった、早いよもうっていうかそうだ、いいのに、あの無料ギフトで達成できたらいいなだったのに、すごい。え、だって今日じゃない、今月の頭までショールームイベントやってたのに、イベントっていうかショールーム選抜ありがとう。村人さんですか、めっちゃ大きい花火を10個もありがとう、嬉しいです。花火タワーありがとう村人さん、びっくりしちゃいました、びっくりありがとう、やったー花火パワーすごい。ファンレベも31になってる、これでお強いです。トムトムモッチーズさん、パンダマルさん、稲葉さん、レドンドさんありがとう、豊さんで大きい花火もありがとう、レジーです、すごいパワーやばい、筋肉、私の中の筋肉が出ちゃうなんだそれ花火大爆発、花火やりたいな。おもちちゃんありがとう、花火、私の中の筋肉は草だって、草になっちゃった私の中の筋肉草になっちゃったよ花火やりたいのかい、やりたくないのかい
どっちなんだい。ダメです。モノマネ王になるじゃないんです、私は。今月のマックスレベルの多さすごいね。そう、ありがたいことにショールームイベント協力してくれた方がいっぱいいたおかげです。ありがとう。でまかせプリンスさん、ゆうじさん、やんさん、よだともさん、ありがとう。ゲストいっぱいです、ありがとうございます。こんばんはに、わに、ちょいちょい金魚が横切るのも、そうなの、なんか私が喋ってる間に金魚が横切って上から花火が降りてきて、あ、こういう状態になるんですよね。私が喋ってる間に目元に花火が打ち上がったり、あ、金魚が横切ったり、ここ数日はだいぶ画面が忙しく騒がしくなりそうです。あーわー、見えない見えない。桜のお友達さん、ヤンさん、小次郎さん、はるちゃん、ありがとう。パンダ丸さん、金魚ちゃんやけどしちゃう、だって焼き魚になっちゃう、やだやだやだ、金魚が。キュウリ屋さんありがとう、千尋姉さんもありがとうございます、ブンブンさんもありがとう。いやー、昼間の突破隊のツイートで大竹さんがビーム出してるから何事かと思った。ビーム目元に花火でビームは困った、それダメだ。おもちちゃんとゆうじさんありがとうございます。金魚、金魚、羽村さん結婚してダメです。わー、ひがっちさんもありがとうございます。インスタの写真ね、めちゃくちゃ綺麗で可愛かったです、嬉しいです。インスタ今日2回も投稿しちゃいました、ステージ写真です。綺麗に撮っていただいたお写真なのでぜひ見てください。インスタに23日に出た重力シンパシー公演の写真がアップされてますというかしました。私のアカウントで見ていただければと思います。波動遅刻書くだけど申し込んだ、もちろんチーム A で、ありがとう、嬉しい。あの公園の写真はいつもオンデマで映像を撮ってくださってるカメラマンさんが撮ってくれました。でもそれで毎回撮ってくれるわけでもないし、タイミングなんかこの時に撮りますって言われるわけでもないんですよね。だから今日じゃない、公園出てみて1曲目で、あっみたいな、すごいカメラ持ってる、え、じゃあ今日写真撮ってくれる日なんだって感じで私は認識しました。トムトムモッチズさんありがとうございます。508日連続配信2回目ありがとうございます。ヤッホー、今週もお疲れ様でしたね。今日金曜日でお疲れ様、お疲れ、疲れたよね、私も疲れたよ。でも明日はあのゆず公園の大切な公園があるので、今日も早くお風呂に入って
寝る準備をして、したちょっと午前中に自分で用事入れちゃったので、丸一日いろいろありますが頑張ります。鈴木さん、ダリアさん、ありがとう。アイス、橋本直哉さん、坂出さん、パンダ丸さん、桜の友達さん、ありがとうございます。ね、明日は素晴らしい公演になりますようにと私も思っています。明日はね、同期のお祝いができるのも嬉しいし、ハータンとも初めて重力公演出られるので、 B では一緒に公演立ってたけど、ハータンと A 公演一緒に出るのは初めてなので楽しみです。ヨッピーさん、ありがとうございます。いやー、明日楽しんでね、ありがとうございます。オンデマで見る方もよろしくです。後から見る方もよろしくです。現地に来てくださる方も楽しみましょう。ではちょっと時間早いんですけど、10分から始めてそろそろランキング読んで夜配信終わりにしようかなと思います。トロンコさん、ありがとうございます。楽しい時間はあっという間で、それなうわーすごい、待って見て、ちょっとみんなすごいことになってる。ヨッピーさん、ありがとう。花火、マサタカさんもありがとう。20万ポイントのやつ1日目で 37,433 ポイントになっちゃった。すごーい花火とか金魚とかみんなありがとう。もう 37,433 ポイントだって。20万ポイント目指してますって言ってたんだけど、あっという間に37,433 ポイント、初日からこんなポイントになっちゃって、すごい、ありがとうございます。ヨッピーさん、ユージさん、ビンさん、ありがとう。まあでも本当に1日1回チャレンジでもらえる花火あるから、本当に有料ギフトじゃなくて無料ギフトだけでも目指せるかなとは思うので、皆さん全然無理せず、本当にね、今月の頭にショールーム選抜イベントかかってたから、みんな無理せず、無料ギフトだけでも目指せるとは思うから無理せずです。小村さん、ありがとう。待って、どういうイベントか分からずとりあえず投げてたやばすぎる、分からないで、ね、花火タワー投げられないからでもね、おかげでポイントめっちゃ溜まったよ。あの今回のイベントとかキャンペーンはキャンペーンなんですけど、20万ポイントを達成したメンバーにアイスクリーム券1週間分プレゼントっていうやつです。あのいつもある30万とか50万とかのグレードアップはないです。だから20万ポイントいけばもうもらえて終わりなので、ゆるくやります。あとそのイベント期間の間の8月の30日に浴衣配信をなんか夜の8時半から10時半の間にやると、なんかショールームの公式さん、アバッター、パンダのアバターの公式さんが来てくださった場合、なんか抽選でメンバーには外れなしのなんかくじがあるらしく、でファンの方にはなんだっけ、レインボースターじゃなくてなんか特典プレゼントみたいになるんだよね。
そんなのもあるって聞いたから、ちょっとやれたらいいんですけど、8月30の予定なんて、まあまだ出てるわけもなくって感じなので、リハーサルとかが入ったらできないんですけど、まあできたらやれたらなと思います。ビンさんありがとうございます。ラオウさんもありがとうございます。こんな感じです。とりあえず私の説明だとこんな感じになるんですけど、わからないことがあったら、なんかお知らせの方に入ってったと思うので、お知らせから記事じゃなくて、なんていうの、読んでください。その方が分かりやすいと思います。なんか分かんないんですけど、なんか最近本当に頭回ってなくて申し訳ないです。なんか話が飛んでる時があると思うんだけど、なんかね大丈夫かな。なんか自分でね、今話してる内容が何話してたか分かんなくなっちゃう時があるんですよね。やばいんですよね。なんか大丈夫かなすごく自分でも心配。今喋ってる内容が今その場で飛んじゃうことがあって話せてるのかな、ちゃんと。でもめっちゃ寝てるんですよ。1日10時間ぐらいとか寝てるんで、本当に8時間ぐらいは毎日寝てるし、多い時10時間ぐらい寝てるから睡眠は足りてるはずなんですけど、なんか何を話してるか分かんなくなっちゃう時があります。まさたかさん、ちょろんこさん、ありがとうございます。 Thank you やばいね、やばいよね、気をつけます。飲んでないです飲んでないんですけどわかんない、理由がよくわからない。なかなか見てない間にゆるふわキャラになったんかなと思いました。そう、なんか自分でもでもわからないんですよ、なんか理由がわからないんですけど、そう、なんか喋ってることがなんかわかんなくなっちゃう時があって、気をつけますトランコさんありがとう。金魚さん20個もありがとうございますまあでも気をつけよう、健康にはとりあえず健康にはとりあえず気をつけます。なんかわかんないよね、なんかコロナ明けとかにその思考が飛ぶようになったっていうのも聞くんですけど、コメントにね書いてる方がいるように。でも私はコロナ明けすぐにそういうのが出たわけじゃないし、もうよくわかんないですけど、もう疲れてんのかな、わかんないです。まあよく寝ますね。話してる時だけならいいんですけど、なんか判断力が鈍って日常生活で危ないことがないようにしようって感じで、ちょっと最近は休む時間を多めにとっていますいっぱい食べて、食べ物はいっぱい食べてます。今日もサラダとパンとハンバーグ夜食べたんで大丈夫ですかすみさんありがとうございます。すごい花火ありがとう。ちょっとランキング読むって言ってからまたなんだかの10分ぐらい経ってしまうじゃあランキング読んで終わりにしようと思いますね。13位桜のお友達さんありがとうございます。12位そかぜさんありがとうございます。11位キュウリアさんありがとうございます。10位ユージさんありがとうございます。9位ヤンさんありがとうございます。8位パンダマルさんありがとうございます。7位ダリアさんありがとうございます。6位ユタカさんありがとうございます。5位ヘンリーオータさんありがとうございます。4位マナーミンチャケランさんありがとうございます。3位小次郎さんありがとうございます。2位ちひろ姉さんありがとうございます。そして1位は村人さんでした。
ありがとう。花火もみんなのおかげで37,000ポイントオーバー、とっても嬉しいです。昼も見てくれた方ありがとうございました。明日は夜公演になるので、ちょっとその前が他の用事もあって配信できないので、公演終わってからかな、夜23時とかの配信になると思います。明日は夜です。ということで、おやすみなさい。バイバーイ。じゃあねー。